スタートしましまたコーダッシュ15番ルージュ・チルルが切りました15番ルージュ・チルル、コースタート16番ビラーヤ17番ワールズエンド外枠の各馬の中から間を通って9番リルと10番テームスマックも上がっていきましたその内を通って6番サウンド・イボークそれから14番のシュガー君は中段の外目です。 周回コースに入って15番ルージュ・チルルが先頭で1馬身半のリード2番手には内から10番テイムスマック外を並んで16番ビダーヤ先さ3頭差がありませんあと9番のリルトがいて外を通って17番ワールズエンドそれから6番サウンド・イボークその外に14番シュガー・クーンは前から56頭目といったところ前からは3馬身ぐらいの位置差がなく7番ブリックワーク残り 1000m 内からは3番の名勝ミリオレ5番マイネル・コモドアで3コーナーを目指していきます中段よりもやや後ろ13番アスクストライクが続いて日を浴びながら三コーナーのカーブその後ろ 1> 1番アイビーブリッツ12番バイアスペクターがいて800切りました48秒ぐらいでの通過後方は2番のグランスカーレット4番スターリングアップ後方から3投目1番のウォーターリッシュ後方から2投目最後方8番のカイトワザーリです内回り坂を下りきって600切りました1分1秒ぐらいでの 1000m 先段固まってきました15番ルージュジルル逃げていますが外から8枠の16番ビダーヤ17番ワールズエンドが進出一番外を通って14番のシュガー君も上がってきました4頭5頭前ずらっと広がって 4コーナーから直線、内を狙って10番テームスマック9番リルと直線に向きました、今度は先頭17番ワールズエンド16番ビダーヤ、2頭争い、その後ろから7番ブリックワーク、そして14番シュガー君、14番シュガー君、あとは4番スターティングアップ後方から差を詰めてきたが5番手の位置、17番ワールズエンドに14番シュガー君、17番のワールズエンドデビュー勝ち、ゴーリン2番手14番シュガー君3番手16番のビダーヤでした17番、ワールズエンド、川田優が騎手。 ワールズエンドを勝利に導きました勝ちタイム1分36秒9父ロード・カナロは母リラバティ